松山陽子は日本における昭和期に活躍した女優。本名田中博子。旧芸名は松山清子。愛媛県松山市出身。1968年のボンカレー発売以来、長らくパッケージモデルを務め、CM 放浪看板でも知られる。愛媛県松山市で銀行を経営する名士の家に生まれる。 愛媛県立松山南高等学校在学中、朝日グラフの表紙モデルを務めたのがきっかけで、小畜の役員の目に留まり、卒業と同時に小畜ニューフェイスとして入社する。1957年6月4日公開のせいぞろい桃色御殿に新人女優松山清子として早くデビューする。11月19日公開の侍日本で本格デビューを飾る。 主に時代劇映画で活躍する。1959年、芸名を松山陽子に改名する。1960年、テレビドラマ、天馬天平で演じた、断層で新戦組と戦う勤王の姫君千夜姫役が評判となった。ちょうど、こんちゃんのトンマ天狗の後番組の企画を練っていた、スポンサーの大塚製薬がこの人気に着目、この千夜姫をモチーフとして、 松山を主演に、男をしのぐ剣の腕を持つ若武者姿の姫君を主役にしたドラマ企画を打診し、こと姫七変化が制作された。毎回若武者姿だけでなく、芸者、久の市、鳥追いと文字通り次々に変わる七変化ぶりも相まって、番組は2年間にわたり継続され、その容姿と華麗な立ち回りからアクション女優の先駆けとして人気を博す。 その後も、旅ガラスクレナ予選などに主演。その他、舞台や映画で活躍する。彼女の盾の上手さは、映画関係者の間で非常に評価が高く、古今のチャンバラ女優ナンバーワン、並ぶ者のいない立ちさばきとの声も多い。1971年3月、クレナ予選や、主演映画、メクラノーシ,シリーズの原作者である漫画家、棚下と結婚。 人気の絶頂期に芸能活動を縮小休止し、事実上の引退となった。ただし、その後も稀にドラマ等にゲスト出演することがある。2018年1月22日、ボンカレー50の発売にあたってビデオメッセージを送った。ありがとうございます。